取ってきたよ。はい、どうだった？悪くないだろ。兄貴どうするんだ、こいつただものじゃないぞ。旦那、話し合うから少し待っててくれ。入団テストなんかじゃない、あいつ自分の武力を誇示してるぞ。正直俺ら3人がかりでも勝てそうにない。なあ、まさか俺たち合同にあったんじゃないか。でも身ぎれいだし、さすがに俺ら報道団を狙うわけ。まさか何か裏が。スネージナや3ヶ月60万。わかったぞ、業界用語だ。3ヶ月前に兄貴がスネージナヤの銀行で60万借りた件、まだ返してない。借金を催促しに来たってことだな。でもなんで遠回しな言い方をする必要がある？それはな、顧客のプライバシーを守るために業界用語にこだわる業界もあるらしいんだ。確かに催促されるのは恥ずかしいしな。プロ、まさにプロだ。敵に回さない方がいい。その販売員さん、すまないが報道団には入れることができない。おや、不合格ってことかい？報道団って案外厳しいんだ。いやいや、報道団に会えるにはもったいないってことだよ。おもちゃの状況は把握した。60万後で支払いに行くから。なるほど、では前通り、お金さえもらえればみんな喜ぶ。そうだね。はい、まさにその通り。わあ、さすがお兄ちゃん、かっこいいね。講師様、ここにいらっしゃいましたか。先日新兵が。ちょっと君、今お客さんがいるのが見えないかい？客？あ、失礼しました。ただ本土からの新兵がリーウェに到着しまして、指導のご準備を。今から？今ちょっと。講師様、大変申し訳ございませんが、新兵はもうレイク館の方で待機してます。執行官の指導により女皇陛下のご意志の洗礼を受けてもらうルールですから、今リーウェにいらっしゃる執行官は講師様のみ。みんながあなた様を待っています。わかったわかった、行くよ。こっちの話が済んだらすぐ行くから。お兄ちゃん、また仕事？そうだよ、故郷から来た新米販売員たちが兄ちゃんの指導を待ってるんだ。わー、すごい。僕もおもちゃ販売員になりたいから一緒に行ってもいい？それはテウセルにはまだ難しいと思うよ。そうだ、旅人のお兄さんに遊んでもらおうか。でも先に行くよ。テウセルの他に兄ちゃんを待ってる人たちがいるからね。また後でね。弟大好きなのに相手してあげられないなんて、あいつも大変だな。だよな、おもちゃ販売員とか言うから。家族に闇を触れさせないためにここまでするとはな。うん、でも悪気はないはずだ。ところでテウセルは？話に集中してたらテウセルがいなくなった。ありえる、あいつの話を聞きたいって言ってたし。とにかくあいつのところに行ってみよう。
しいだから嬉しいですね。静かにお兄ちゃんが話してるんだから。今日から女皇陛下への誓いをもとにスネージナヤに勝利をもたらしてもらう。極北の寒波のようにスネージナヤパレスの氷のように敵を骨の髄まで凍らせるんだ。女皇陛下は君たちの忠誠、冷酷、そして慎重さを期待している。なぜなら、俺たちが向き合う挑戦は厳しい。例えば、例えば、タコ、でんでん太鼓。リーウェの地では、毒願望のライバルになるからね。タコは面白かったね。例え話だよ。戦場もビジネスと似たようなもんだから。だから君たちのリーゆえでの、リーダーとして俺の命令に従ってもらう。命令に従わなければ裏切りとみなされ、裏切りの代価としてリーゆえの支部をクビになる。うわ、厳しい。クビになったらきっと悲しいよね。同時に気を配るのは無理か。なら、いや、直接実践訓練に入ろうか。実践訓練？だって、強い体は実績にもつながるからね。おい、今執行官様が実践訓練と言ったか？執行官様が自ら指導してくれるのか？光栄だ。信じられない。俺らみたいな新兵本当に大丈夫なのか？どう？問題ある？ いえ。いい返事だ。さあかかってこい。冷たくサクサク。瑠璃のように落ちなさい。
やっ、ふう、はっ、まだまだ、よく見ておけ、えっ、すぐに終わらせる、来い、みんな先に逃げろ。みんながそばにいてくれるわ。やや、はっ、ゴジの炎。そんなバカな、せっかく手に入れたのに。次の仕事は、故郷に帰る時だ。最悪だ。よし、出発だ。冒険だ、冒険。冒険だ、冒険。話してるんだから。今日から女皇陛下への誓いをもとにスネージナヤに勝利をもたらしてもらう。極北の寒波のようにスネージナヤパレスの氷のように敵を骨の髄まで凍らせるんだ。女皇陛下は君たちの忠誠、冷酷、そして慎重さを期待している。なぜなら俺たちが向き合う挑戦は厳しい。例えば、あ、例えばタコ、でんでん太鼓、リーウェの地では毒願望のライバルになるからね。うんうん、タコは面白かったね。例え話だよ。戦場もビジネスと似たようなもんだから。だから君たちのリーゆえでの、リーダーとして俺の命令に従ってもらう。命令に従わなければ裏切りとみなされ、裏切りの代価としてリーゆえの支部をクビになる。うわ、厳しい。クビになったらきっと悲しいよね。同時に気を配るのは無理か。なら、いや、直接実践訓練に入ろうか。実践訓練？だって、強い体は実績にもつながるからね。おい、今執行官様が実践訓練と言ったか。執行官様が自ら指導してくれるのか。光栄だ。信じられない。俺らみたいな新兵本当に大丈夫なのか。どう、問題ある？ いえ。いい返事だ。さあかかってこい。
凍ってしまうよ。速さすぎる。よ炎の盾。おい、邪魔だよ。何でも食らえ。部外者禁止。みんな元気で。雫の矢。これでも食らえ。
帝君のために。ついていきます。お触り禁止。これで言いたいことは分かったかな。はい。君たち俺に体を動かさせる程度にはできてるよ。つまり新兵としてなかなかやる方だ。感謝します、執行官様。しとにかく健闘を祈るよ、スネージナや女皇陛下、そして君たち自身のためにね。解散。お兄ちゃん、お兄ちゃんすごい。ん、テウセルも来てたんだね。旅人と一緒に防除旅館に遊びに行ったと思ってたよ。うわ、しらじらしい。言っただろ、強くなるためなら何でもするって。もうあの時の俺じゃないからさ。それって魔王武装のことかな。体に重い負担をかけるからね、いざという時にだけ使うんだ。黄金屋で使った後まだ傷が完全に治ってなくてね。それに宿女じゃないから新兵相手に使ったりはしないさ。魔王武装？毒眼棒よりも強いの？確かにそういうことになるよな。僕も戦ってみたい。お兄ちゃんみたいにかっこよくなりたい。かっこいいからすることじゃないよ、テウセル。戦うの意味を理解しないと強くなれない。教えてもいいけど何のために戦うかちゃんと考えないとね。僕、うん？僕ね、トーニャお姉ちゃんを守りたいんだ。いい答えだ、テウセル。スネージナへに戻ったら教えるよ。これからはトーニャを守ってくれるよね。任せて。わがままじゃない時のテウセルはいい子だな。結構リーウェイにいたし、そろそろテウセルは帰った方がいいんじゃない？え、でもお兄ちゃんはずっと仕事だし、まだ一緒に遊んでないよ。テウセル、兄ちゃんは忙しいんだ。それに旅人のお兄さんと旅をしたんだろ？もうごまかせないと思ってるだけだろう。じゃあさ、一つ願いを叶えてくれたら僕ちゃんと帰るから。誰にこんなねぎるような駆け引きを教わったんだい。でもいいよ、行ってごらん。ここのおもちゃ研究所に行きたいんだ。まさか例の遺跡守衛が出てくる遺跡じゃないよな。いいよ、テウセルは俺のためにわざわざリーウェイに来たんだからね。弟の願いをちゃんと叶えてあげないと兄ちゃん失格だもんな。やったえ、本当にいいのか、テウセルをあんな場所へ。お兄さんも一緒に来てよ。今回は僕が案内する番だ。おもちゃ研究所、ふん、レイク館にあるあれだね。旅人、君は子供の夢を壊すような人じゃないよね。また兄弟攻撃だ。くぅ、仕方ない、行くか。
さあ、ここがリーユエのおもちゃ研究所だよ。着いた。中から機械の音が聞こえる。すごーい。ここは一体何なんだ？なんでこんなとこ知ってるんだ？前に資料で見たんだ。ここは博士のおもちゃ研究所ってところかな。博士はファリュイの執行官、古いものをいじるのが趣味でね、この遺跡は遺跡守衛を研究するために改造されたんだ。え？遺跡守衛もファリュイが作ったのか？いや、あれはアビスの方に近いかな。だから我々の敵でもある。単に研究対象なだけだよ。近頃遺跡守衛が出没する理由はおそらく博士がここに飽きたからだろうね。またも性格の悪い執行官だな。テウセルをここに連れてきたのは事前に調査して安全だって知ってたからだな。いや、実はこの研究所の中がどうなってるかは全くわからないんだ。弟の安全を何とも思わないのか？まさか。危険があったら俺が代わりに受け止めるよ。弟に傷一つつけさせないさ。それにテウセルも戦う意味を理解するからね。この意味は何年も俺の心の重しになってきたわけだし。お兄ちゃんたち何話してるの？早く案内してよ。任せて。安心して任せて。お兄ちゃん、毒眼棒は人殺しの機械だっていう人がいるんだ。まさか、テウセルもそんな怖い言葉を信じてないよね。うん、そうだよね。毒眼棒は悪いやつを倒して世界を守る僕の大好きなおもちゃだもん。うん、テウセルを守ってくれるからね。そうだね、毒眼棒と遊んでくるね。テウセル、走らない。しまった。テウセル、大丈夫かな。あっちに道がある、急ごう。
害者禁止。行くぞ。禁止。そうだよ、兄ちゃんがこの先を確認するからテンセルは待って。ああ、甘やかしすぎたのかな。遺跡周囲が吊るされてる。移送先はどこだ。テンセルのところだったらまずい。なんとか止めよう。ミュージックスタート。せい、バーバラ行く。兵器迅速。前にあるブロックは見たかな。力になってほしいんだ。え、僕お兄ちゃんの力になれるの。当たり前だよ。3つ数えて一緒に触れるぞ。3、2、1。当たると羊になる魔女ビームだ。気をつけるんだぞ。うわー、危ない。いや、やっと合流できた。テンセル、怪我は？怪我？してないよ。楽しかった。楽しかったのはお前だけだよ。この先は大きい部屋だ。毒眼坊たちの部屋かな。そうだね、広い部屋だしかくれんぼでもしようか。え、今？兄ちゃんはね、サプライズを用意したんだ。え、サプライズ？
後で探してごらん。でもその前に目を閉じて60秒数えないとダメだぞ。わかった。60秒長いね。